ございます。晴れジョンの晴れかです。今日は畑に来ております。久しぶりの晴れです。嬉しい。はい、で4月になったのでもう冬野菜はもうほとんど終わりに近づいてきていて、今どんどん種になってきている状態で、で夏野菜のね、あの種をまいたりしている状態で、ちょうどその移り変わりの状態になってます。で今日はですね、その季節の移り変わりの畑の様子と、あとはですね、あのご質問をいただいていた、あの虫たちとの関わりはどうしているんですかっていう質問にですね、最後あのお答えをしていこうかなと思います。私たちがね、今やっていることを、実践していることを、まあ、そのままお伝えできたらいいなと思います。で畑の方はね、あのずっと雨続きだったので、あのもう緑で覆われています雑草とかね、野菜とかもうみんなでどんどん成長していってる状態ですね。もうパッと見どこに野菜があるのかわからないっていう状態にもなってきているんですけど、まあ、私たちはそれが心地がよくて、まあ、みんなで一緒に生きていっているような感じですね。それで土地の生き物たちはというと、まあ、以前お話ししていたイノシシさんだったり、あとは鳥さんですね、今も飛んでいきましたけど、カラスとか、この地域にいるいろんな生き物たちとも一緒に暮らしていて、まあ、彼らと一緒に畑を作っていっているような感じになっています。イノシシさんもね、近くにいるんですけど、あ、畑をあのこう掘り返したりとかはすることなくって、必要な場所をあのちゃんと整えてくれているような感じで共に暮らしていってます。はい、ということでちょっと畑の方をご案内したいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では畑の方に来てみました。もうずっと雨続きだったので、もうね、あの緑になってます、はい、ここはね、新しく畝を作ったんですけど、ここにジャガイモを植えました。で、ここはキャベツコーナーです。わー、キャベツ大きくなりましたね。これはずっと種をついでいるね、あの種いただいたので、そのキャベツです。大きく育ってくれてます。ここはね、実は金ちゃん農法じゃなくて、あの普通に自然農でやってます。もうあのそのまんまですね。葉っぱは最初ちょっと入れたところです。まあ、最初小さかったので、まあ、成長がゆっくりだったんですけど、結構ねしっかり大きくなってきてくれました。でここはね、全部大根だったんですけど、まあ、大根も少しずつ食べてだいぶなくなってきているので、ここにジャガイモをいっぱい植えてます。いろんなところに、まあ、収穫した後にどん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 ジャガイモを植えていってるので、あちこちからこうやってジャガイモの芽が出てきてます。いろんなところから出てきてますね。まあ、ここも全部普通の自然のところです。で大根まだ少しね、あの残してるんですけど、これは花にして種を取ろうと思ってます。ね、花が可愛らしいですね。うっすらピンクなんですね。白のピンク、白とピンク。でここもキャベツとか、レタスはね、昨日いっぱい収穫しちゃったんで、もうちょっとちっちゃくなってます。でここはあのズッキーニを植えましたね。夏野菜、これは苗が売ってあったので買いました。ズッキーニ大好きなんで。そしてこちらも、まあ、夏に向けてね、少しずつ準備をしているところで、まあ、エンドウ豆だったかな。豆植えてます。でこれもあのうちの、 あの山にたくさんある竹を取ってきてます。この辺はもうツルを使って編んでます。ツルを使ってますね。はい、でここはあの白菜がね、たくさん収穫できた場所になります。でとってもとってもずっと
とこうやって芽が出てきてくれていて、最終花になってて、まあ、花もね、菜の花としても毎日取り放題だったんですけど、もう最近はね、種にしようかなと思ってそのままにしてます。ここもね、ほんとたくさん冬の間お世話になりました。鍋には必ず入れますもんね。で、こっち側が普通の自然農の畑で、奥が金ちゃん農法の畑です。もう草が覆い茂りすぎてどこに畝があるか分かんないみたいな状態にもなってますけど、ちょっと近づいてみます。はい、こちらはカラシナですね。カラシナってどれぐらい大きくなるものなのか分からないんですけど、ここはまだ小さい方で、奥のカラシナなんてね、もう多分2メートル以上背が高くなりすぎて、ちょっと風で倒れちゃってますけど、そのまんまにしてます。そしたらね、ハチさんいっぱい来てますよ。で、ここはキャベツとか白菜とかをたくさん収穫した場所になります。で、これ、白菜収穫した後かな。でも収穫してもどん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 出てくるんですね。本当にありがたい。白菜に、でキャベツも収穫した後、まあ、ちょきって切ったら、そこからまたどんどん新しい葉っぱが出てきてるんですよね。で、これはまあ収穫、もうすぐですね、収穫時期のキャベツです。で、キャベツは本当にありがたいことに、一つずつ収穫時期のキャベツが出てきてくれるので、うん、なんかずっと食べれてる感じですね。本当にありがたいです。一方、白菜はもう一気に収穫時期になってしまったので、ほとんど食べることできず、そのまま花になっちゃいました。白菜コーナーです。たくさん今年白菜を食べました。保存食にもね、してキムチも作りました。で、人にあげたりとかもしてたんですけど、それでも食べきれずにちょっと残っちゃってますけど、種にしたいと思います。必要なところに必要なものが生えているので、もう私はこれが心地がいいなと思ってます。特にね、野菜を邪魔することがなければ、雑草もそのまんまにしてます。で、こちらが水菜と、いろいろ植えてるんですよね。これはカブがもう種になっているところです。カブとかレタス、野草がたくさん、あと水菜ですね。これが水菜の種になってます。わあ、全部種だ、全部種になってます。で、こちらがすごい元気なんですけど、これ春菊ですね。大きくなってくれてます。春菊です。ね、たくさん出てきてますね。と、水菜はこれも一気に収穫時期になったので、ちょっともう食べきれずにそのまんまにしちゃってますけど、全部種になってます。で、水菜の花もすごく美味しくて、ちょっと筋はあるんですけど、菜の花と一緒にして食べてました、ね、こうやってずっと食べれるものがあるってありがたいですね。で、その間にキャベツ、いろんなところにいます。これ多分間引きしてここに植えたやつなんですけど、大きくなってくれました。で、キャベツですね。で、これも春菊、大きくなってきてますね。ちょっと奥行きます。あ、これレタスがありますね。レタスも毎日今取って食べてるんですけど、もうどんどん大きくなってくれて本当に嬉しいですね。生で食べれる野菜があるっていうのは。で、虫食いが全然ないですもんね。本当にありがたいです。雑草をかき分けて取るような感じ。ここもレタスがありますね。まあ、昨日取ったばっかりなんでちょっと少なくはなってます。で、ここはつぼみなさんですね、がいたとこなんですけど、つぼみなさん、こんな状態になってます。で、つぼみをね、そのままにしとくとちょっと腐れてきちゃってたので、ほとんどもう取ってしまったんですよね。多分ここの場所自体がちょっと水はけが悪いし、雨もめちゃくちゃ多かったので、ちょっと
つぼみなさんには環境的に向いてなかったのかもしれないんですけど、ちょっとね中空洞になって腐っちゃってますね。ただつぼみはずっとつけてくれていたので、毎日のように食べてました。ありがとうございます。最後種になってますね。こちらもつぼみなが花になってます。もうずっと食べてました。つぼみさんありがたいです。でここにもねたくさんつぼみ入ってます。でその水はけの悪さを物語っているのがこうやって通路はもう水浸しですね。昨日が雨だったのでもうちょっとこういう状態です。だから畝を高くして畝のところは水はけが良くなるようにしてたんですけど、やっぱり水はまだまだね、水のところにはびしょびしょです。でこれはねなんかスプラウトかブロッコリーのスプラウトとして買った種を、まあ、そのまま畑にまいてたら、なんだろうブロッコリーじゃなさそうな葉っぱしかないんだけど、まあ、葉っぱは食べてますね。なんかケールみたいな感じですよね。でこの辺はカラシナが倒れてきてますね。2メートル以上になっているカラシナさん、この辺カラシナです。カラシナのね、花の香り、まあ、菜の花のような香りがするんですけど、香りがとてもいい香りがしてて、この辺一帯全部この香りがするんですね。でおかげさまで蜂ですね、日本ミツバチさんがたくさん寄ってきてくれています。もともとこの土地にはいなかったそうなので、まあ、私たちの畑が気に入ってくれたのかなと思うとすごく嬉しいですね。でこちらの畝は、まあ、もうほとんど収穫し終わった後で白菜とかいろいろあったんですけど、でその後に芽が出てます。これほうれん草の種をばらまきました。もういろんなところにばらまいてます。あと嬉しいのがね、これカラーの花が咲いてくれてます。ちょうど水はけが悪いのですけど、ちょうど水がたくさんあった方がいいお花みたいなので、すごいベストな場所に生えてくれてます。でここは毒ダミだらけです。で奥ですね、あら奥も水浸しですね。ここはイノシシさんが開墾してくれたところです。まあ、そのまんまねいろいろ種をばらまいている場所なんですけど、まあ、こうやっていろんなものがもう花になってます。これ株かな、株も種ができてますし、あとトウナです。ここら辺はトウナですね。トウナも大きくなって種になってます。あとこれ玉ねぎでっかくなってますね。玉ねぎもたくさん植えてます。ここの奥は全部玉ねぎです。もうそのまんま植えてるんですけど、なんかね全部大きくなってくれてますね。とこの辺はトウナで、トウナもねもうたくさんできたのでちょっと食べるの追いつかなくって、もうそのまんま全部お花になってます。まあ、種取って来年も植えようかなと思います。っていうのがうちの畑になります。はい、であと嬉しい変化がですね、ここにこの土地に生えている野草たちが種類が変わってきました。で最初は、まあ、セイタカワダチソウが全部ボウボウだったんですけど、まあ、その下にはね水はけが悪かったから、まあ、水辺が好きな野草がたくさんもびっしり生えてたんですけど、今はその野草はもう全然見当たらなくなって、で生えてるのはですねもう食べれる野草ばっかりです。で例えば、まあ、これは嫁菜ですね。
嫁なご飯にしたら美味しい嫁なさん、ちょっともう大きくなってますけど、だったり、これ牛運べが生えてます。これね、ほうれん草みたいにしてこうかなり肉厚でプリプリしてる運べで、まあ、運べの中では一番これが美味しいですね。普通におひたしにしたり炒め物にしたり普通に使えます。あとはカラスのエンドウとかスズメのエンドウ、カスマのエンドウで、ヨモギもいっぱい生えてくれるようになりました。ヨモギもね、大好きです。あとはノビルとかも生えてます。まあ、こんな感じで土の状態によって生えてくる山菜も変わってくるので、そこも分かりやすいなと思ってます。今土がふかふかになったので、そういうふかふかな土が好きな野草がたくさん生えてくれてます。三つ橋さん遊びに来てくれてますね。この子オスバチかな。暖かくなってきたので、晴れの日とかね、特にオスバチがたくさん飛び回るようになりました。もうすぐ分蜂が近いのかなと思います。ね、うちの巣箱にも来てくれるといいんですけどね。まあ、そればっかりはハチさんが選ぶことなので、まあ、気長に待ってみたいと思います。で、ハチだったり蝶々だったりたくさんの生き物たちが遊びに来てくれますので、とっても楽しい畑になってきました。で、こんな感じで畑の紹介でした。で、今日はですね、以前質問をいただいていたんですけど、虫たちとの共存はどのようにしているのかなっていうことで質問をいただいていたので、まあ、そのことに関してですね、お話をしたいなと思います。言ってるそばからハチさんが飛んできましたけど、まあ、虫たちはですね、まあ、基本的に取ったりとかね、そういうことは全然してなくて、もう本当自然に任せてそのまんまにしてます。で、やっぱ土の状態によってその虫がね、出たり出なかったりっていうのはそこも変わってくるんで、まあ、虫がいたらちょっと畑がね、まだ腐敗に進んでいるのかなっていうのが分かるんですけど、今、ね、ほとんど虫食いはないので、いないんですけど、そんな目立ってはいないんですけど、でもたまにね、青虫さんとかは見かけます。でも、まあ、そこまで全部食べたりとかせず、まあ、ちょこっとだけ食べていつの間にかいなくなっちゃってるので、野菜も綺麗な状態で収穫できてます。で、その昆虫たちとの、虫さんたちとの対話っていうことも実は一緒にやっているような感じではあるんですけど、まあ、私もここにね、移住してきて8ヶ月の間で、まあ、リュウザさんにね、いろいろ動植物との対話だったり、全存在ですね、全ての生き物たちとの対話の方法っていうのをね、こうなんとなく教えてもらいながら日々やっていて、こうちょっとね、分かってきたような気がするっていうね、感じです。まあ、なんかこう全部同じ存在なんだなっていうのはすごい思っていて、まあ、植物とか動物とか人間とか、あとは昆虫たちもですね、あとは、まあ、目に見えないけど金ちゃんたちだったり、まあ、そういう存在は全部、まあ、魂が宿る存在で、みんな同じ存在なんですよね。で、そこに、まあ、人間の知識でこう区別をしちゃっているんですけど、みんな同じ存在だから、まあ、その同じ存在として接するっていうことをね、そういうことなんじゃないのかなっていうのは感じています。同じ存在で、まあ、ここのね、地球で出会えたっていうのは本当に奇跡のようなことなので、その出会い一つ一つに感動するっていう感じです。例えばここにね、カラスのエンドウかな、花が咲いてるんですけど、まあ、このお花とも出会えたの本当に奇跡のようなことで、このお花一つ一つにもみんな魂が宿ってて意識があるっていう話なので、あそこの出会い一つ一つを感じてですね、それで関わっていくと、もう隔たりがこうなくなってくるような気がするんですね。まあ、人間
と接するような感じでみんなと接することができるっていう意識になってきてます。そこにいるあの虫さんが、まあ、どんな感じなのかなっていう、どういう気持ちでいるのかなっていうのは なんだかねこう感じるところがあって、最初ねここであの開墾して、まあ、種をまいた時に、まあ、金ちゃんの方で畝作ってもう1ヶ月ぐらいで種まいちゃったんですね。もうあの冬野菜に間に合わせたかったんでちょっとギリギリもう待てなかったから1ヶ月ぐらいで種をまいたんですけど、どうしてもねあの土ができてなかったので虫っていうのは最初は来てたんですよね。黒い芋虫っていうのかな、なんかそういうのが来てて、まあ、特に大根にいっぱい来てましたね。大根の葉っぱをこうバーって一瞬バーって食べられちゃったんですけど、でもね、まあ、それもただ見守ってました。こうずっと見守っていて、まあ、ここに来てくれたってことはまあ必要だったんだろうなと思って見守っていたら、見守っていても嫌、まあ、だなっていうのはちょっと伝えてたんですよね。なんかここに来られたらね私たちの野菜全部食べちゃったら嫌だなって、まあ、ちょっとね一部は食べてもいいんだけど、まあ、全部は食べないでねっていう感じで伝えてたんですよね。そしたら、まあ、ある程度食べたらもういなくなっちゃって、でそこからはもう全然見なくなったんですよね。そこからは多分土もしっかりできてくれていたので、もう虫はあまり来なくなったかなっていう感じです。なので、まあ、虫だからとか鳥だからとかイノシシだからとかそういう区別をせず、全部同じ存在として、まあ、人間と同じように接するっていうことをやってます。まあ、そうするとねなんかこうちょっと、まあ、どうしたいのかなっていうのがちょっとずつ分かってくるんですけど、それは昆虫たちとも同じなんですね。でこれは本来誰でもできることだから、何もこう私たちがねすごいよっていうことではなくて、みんなができることなんですね。本来みんなができていて、特に日本人のスピリットの中に入っていることっていうことは聞くので、はい、誰でもできますと思います。その日々の関わりの中でねできるんじゃないのかなと思います。で野菜たちにも自分たちの思いを伝えて、でその思いにどん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 応えてくれるっていうようなプラスのねいい循環が生まれてくれるかなって思います。そこに恐れとかがあるとまた違った風になってくると思うんですね。あ大丈夫かなとか心配だなとか牛に食べられちゃうんじゃないのかなとか、そういう不安があるとやっぱその不安の波動って伝わるからですね、そのようになります。虫が来るんじゃないのかなって思ったらもう本当に虫来ちゃったりとか、あとは大丈夫かな、本当に成長するのかな、大きくなるのかなっていう恐れとか不安とかね疑いですよね。大丈夫、本当になるのかなみたいな疑いがある状態だとやっぱりそっちに行っちゃうと思うんですよね。だから、まあ、そういう不安とかも置いといて全ての存在と今こうやって生きて出会えた、それだけにただただ毎日感動をしてその感動を伝えているっていうような感じで私は日々やってます。そしたら本当にたくさん花が咲いてくれるし、たくさん野菜も育ってくれるし、本当に毎日嬉しくて、まあ、生きてるだけでいいんだなっていうことを感じます。昼間にハチさんが今たくさん現れてきていますね。暖かくなってきて、今日は珍しい久々の晴れなのでハッチとちょっと遊ぼうかなと思います。ハチさんとも仲良くなってね、今多分分蜂するための次の巣を探して偵察バチがねいっぱい来て、蜜を探す動作ではないんですよ。もう確実にここのねなんかいろんな計算をしているような感じで、いろんなところに停滞してずっとこう観察をしているハチさんがいっぱいいるんですけど、まあ、そういう子たちとねこの間友達になって、もう私から離れなくてちょっとね困ったこともあったんですけど、もうずっともう目の前ずっと飛び回って、まあ、紙に中に入ってきたりとかこう
袖にね入ってきたりとかして、その中でねくつろいでたりとかするから手に乗ってきたりとかね、まあ、あのそのまんま遊んでたんですけど、あまりにも離れないからどんだけ偵察すんねんって言って私じゃなくて巣箱はこっちだよっていうことで、まあ、巣箱を紹介してあげたら、まあ、その巣箱もねこうぐるぐる回って偵察をしてくれていました。まあ、ハチさんのお気に入りになるような巣箱になっていたらいいなと思います。はい、ということでその日々昆虫たちと遊ぶのもとっても楽しいです。で、まあ、でもねその中でも不快に感じる虫さんたちも中にはいますもんね。例えばこうずっと目の周りにこうバーって飛んできて中に入ってくる虫とかもいて、ちょっとね私は最初は不快に思っていたんですけど、そこも最近変わった意識があって、龍太さんと一緒に山に行くと山って虫がいっぱいいるじゃないですか。でその目の周りにバーってまとわりついてくる虫ももちろんいるんで、私はそれが嫌でうわーってすごいねこうやって払ったりしてたんですけど、龍太さんを観察してると全然動じないというか、もうされるがまま、あ、今のあーちゃんでした。上空を飛び去っていきました、あーちゃんです。はい、で、あ、そう虫さんの話ね。で、その虫さんにされるがままなんですよね。こう目にこうわーってくる虫も別に払ったりせずそのまんまなので目に入ったりとかはしてるんですけど。なんかねそのまんまだったのでびっくりして聞いたんですよ。なんか目に入ってるけど嫌じゃないのって聞いたら、まあ、必要なんでしょうということで全然気にしてないんですね。で、まあ、龍太さんは今までねずっとこう 山から山へ旅をしながら山にこもって生活をしていたから、その山々で、まあ、昆虫たちって違うんですよね。種類もいる昆虫たちも種類も違うんですけど、その山に入ると、まあ、まず最初は1回だけこう洗礼を受けるらしくって、まあ、その山 の生き物たちがバーッと来てこう、ね、刺したりとかこう痒い痛いっていう状態になるらしいんですけど、それ1回だけで、あとねもう結構滞在するらしいんですけど、もう1回だけであとはもう刺さなくなるらしくって、まあ、それはその山で必要なこう免疫をねつけるために刺してくれている可能性もあるし、まあ、その山で暮らすんだったらその山に入るんだったらこう毒出しが必要だからその毒を吸い取ってくれたりとか、そういう、ね、意味があるんじゃないのかなっていうのは言っていて、まあ、全ての生き物たちには役割があって、でみんな人間にとってプラスになることしかないんですね。みんな人間がこう心地よく元気に過ごせるように動いてくれているのが、まあ、宇宙の真理なので、そうやってねこう刺してきたりとかする虫さんたちっていうのはそれがその人間にとって必要だからそういうふうにしているらしいです、はい、だからその山々でまた違った昆虫がいて、その昆虫が最初だけこう刺してきたりとかするけど、でもあとはもう全くねその必要な免疫を獲得したらあとはもう全然何もしなくって、はい、刺されることもないし不快になることもないって言ってましたね。でそういうことをしながら全国の山を回っているので、ああそうなんだなって私も思って、まあ、それからね虫を払ったりとかはあんまりしなくなりましたね。こう目の前にこう来るんですけど、この目の粘膜とかをねちょっと食べたりするのかな、それが必要なんだろうなって言ってもうされるままみたいな感じを少しずつやってます。そうするとあんまりね気にならなくもなるし、気になることもされることもなくなります。一回されると、まあそれでね必要なことは終わるので、まあ、虫さんたちももういなくなっちゃうんですよねっていう感じでやってます。で、ハチさんたちもミツバチもね刺されたことある人もいると思うんですけど、まあ、その刺すっていうのもその人にとって必要なことだからミツバチさんたちは刺してくれていると思うんですよね。
ね、皮膚に止まったりするのはそこ の毛穴をねが詰まっているのをこう取ってくれていたりとか、あと刺すっていうのは、まあ、そこに毒が溜まっているからこう出さないといけないっていうので、まあ、刺してくれたり、まあ、そこに炎症を起こして体の中でその毒をね分解して排出できるようにっていうので手伝ってくれているので、本当に無駄なことはないんですね。だから何も恐れることはなくって、全てみんな愛を持って接してくれている。だから何も怖くはないんですよね。そう思っていたら、まあ、蜂さんもねどんどんこう手に乗ってきたりとか、こういろんなところにくっついてくれるようになりましたし、まあ、トンボもねよく止まってくれるようになりました。トンボのブローチもなかなか可愛いと思います。こんな感じで地球の生き物たちは、まあ、人間が大好きで人間のためになることを日々考えながらね行動をしてくれていて、彼らの役割を果たしてくれているんですよね。まあ、それを深く考えて深く感じていくと、まあ、恐れもなくなるし、で恐れがなくなると、まあ、虫たちもね同じように接してくれるので、お互いにハッピーになっていくんじゃないのかなと思います。だから虫さんたちにもありがとうが伝えることができるし、でみんなにありがとうっていう感じですね。あ、ハッチーが今たくさん来てます。ちょっと今日はハチさんと遊ぼうかなと思います。来てるよ、はい、今来てますね。あ、来てくれた。いっぱい飛び回り始めました。嬉しいな。で、イノシシさんたちはというとですね、近くにいます。多分この上の山ですねはイノシシさんがよく遊んでいるような音がしていて、うちの周りもね竹林たくさんあって、前も後ろもそうなんですけど、よく夜とか特にねイノシシさん の鼻息がふんふん聞こえたりとか音が聞こえたりとかしてるんですけど、まあ、うちの畑にもねちょくちょく遊びに来ているようです。ただね私たちが育てているこう野菜たちは掘り返されたりとかは今のところしていなくって、でちょっと腐敗してしまったようなこうゴミがたくさん埋まっているところとか水がいっぱい溜まっている場所があるので、まあ、そういうところを定期的に未だにですね掘り返してくれています。はい、なのでねそういう意識でこう動物たちと関わっていくと、まあ、みんな協力してね人間の意思に沿って、まあ、働きかけてくれているような気がしています。ということで、まあ、冬野菜と夏野菜の間ですね、その間の畑でした。ちょっとねまあ何が埋まってるのかわからないぐらいにはなってるんですけど、一応毎日収穫をして食べていってます。こんな感じで、はい、今日はちょっとハチさんと遊ぶのでこれくらいにしておきます。最後までご覧いただいてありがとうございました。またね、何か聞きたいこととかありましたらコメントいただけると嬉しいです。それでは、じゃあねー。